皆さんこんにちは、こじこじです。今回は秋葉原の PC ネットで5月27、28日と行われていたブラックマーケットで購入しましたジャンク袋、皆様と一緒に開封していきたいと思います。それでは、はい、ということでね、このサイズですよ。このサイズ感すっげー重いんですけども、はい、この大きさですよ。ちょっとね、すごい重さが気になったので、体重をね、この体重というかこの重さを測ったんですけども、 8.3kg、まあ8キロぐらいあって、価格が3000円でした。もうね、持って帰るだけでもね、すごい労力を使うようなジャンク袋なんですけども、中身もね、あんまり期待できないというふうに言われました。それでは早速中身一緒に見ていきたいと思います。ということで、ジャンク袋ですよ。ブラックマーケット仕様ということでね、なんか後ろ面には金を飛びにしてる方が建設的で持って帰る労力とか考えると、こんなの買うのはバカだよみたいなことが書いてあります。よいしょっと、真ん中も開けてのよいしょーってことでね、開きました。僕ね、今のところ中身見ていません。はい、それではね、ちょっとね、はい、僕端っこ向きながら出していきたいと思います。まず1点目、こちら、一発目から来ましたよ、デジカメですよ。 GE のデジタルカメラ J1250 ということでね、なんかすげえ中身ガサガサいってるんですけども、ジャンクなので多分壊れてるんだと思うんですけども、まぁ、ちょっと嬉しいかも。続いて、何も見ずに2つ目、おい、なんだこれ、すっげえ年季の入った KVM スイッチですね。振ると、はい、シャカシャカ音がする品です。もう多分完全に壊れてると思います。続いて3つ目、ちょっと箱っぽくないの言ってみようかな。箱っぽくないの、おい、なんだこれ、あースピーカーか。これはなんかちょっと特別紹介しなくていいかな。うわー、これもなんかすごく、なんかど、おお、マウスですね。マウス。で、あ、ちゃんとレシーバーついてる。レシーバーついてますよ。マウスとレシーバーちゃんとついてる。ジャンクだけど一応使おうと思えば使えるんじゃないかな。続いて、なんか同じ袋が2つあるので、それ出したいと思います。おいー、ということでね、LANケーブルですね。そもそもね、価格が100円とか書いてあるんですよね。ちなみにカテゴリーは5E、 ちょっと古いですね。さらに続いて、なんかすげえ小物2つ、おい、なんだこれ、なんだこれ、すっげえやばそうなの入ってる、なんかよくわかんない電子パーツ、ドコモの充電ケーブルっぽいですね。はい、続いて、あ、なんかゴミっぽいのがほぼなくなったかな。なんか箱っぽいの多い。じゃあ続いてこちら、なにこれ、こちら何かなと思ったんですけど、イーサネットスイッチでした。ただ100メガしか出ないということで、ちょっと今時使えない感じです。続いて、箱っぽいのがあったな。箱っぽいのいきます。昔よくあった井出のハードディスクから USB に変換するケーブルですね。続いて、あ、なんか袋系の入ってるな。袋系のいくか。おい、やばいっすよこれ。秋葉原のヤクの売人が捨ててったなわけないっすよね。ボールペンです。ただのボールペンです。しかもね、中身の液体がね、あの、よく見るとね、蒸発しちゃってるっていう残念な感じのボールペン。使わないな。続いて、なんかすげえ長物が入ってるんだけど、この長物大丈夫かな。出します。よいしょ。何これ、あ、やべえ、これちょっと嬉しいかもしんない。登山とかで使うあれでしょ。なんかここにね、 LED ライトついてて、すごく興奮してね、伸ばそうと思ったら壊れちゃいました。なんかすげえ、ほら、こんなボロボロ抜けちゃう感じです。全然使えないわこれ、壊れてるし。続いてどれ行こうかな。これ箱系だな。箱系いきます。ほい、あ、何これ、あー、 CD のケースですね。まあ焼いたとき、人にプレゼントするときとかね、ちょっとケース必要なときに使おうかな。まあこれは新品っぽそうなので、まあいいんじゃないかと思います。袋に入った同じような2袋見つけました。いきます。じゃん、やっべえ、ヤクの売人やっべえな、こんないっぱい残してったよ。うわー、いらないわ。カンカラっぽい音がするんですね。これいってみようかな。よいしょっと、こちらなんか恵比寿ルーター
というものらしくて、プラネックス社製みたいですね。全く秋葉原でも見たことないですね。はい、このような感じのルーターになっています。次何かな。あ、なんかケーブル見つけちゃったな。なんかケーブルとか細かいのいくか。おい、お、なんだこれ、なんだこれ。カードリーダーですね。カードリーダー、カードリーダーと、あと、あ、さっきと同じですね、ドコモの充電ケーブルですね。さらに続いて俺のターン、ドロー。うわー、なんだこれ、なんだこれ、やばいよ絶対。どう使うの。うわー、いらないわ、いらないわ。なんか CD ケースっぽいの入ってるから、これ出していこうかな。じゃん、ポータブルハードディスクケース。これなんか前回も出た気がする。前回5000円のやつで出た気がする。これ持ってるな、持ってるな。ハードディスクってあんまり持ち運びしないので多分使わないと思います。なんかすげえやる気なくなってきたんですけど、続いてこちら。あー、やべえ、物落とした。もういいや。エレコムの手軽にインターネットを楽しむなんかルーターっぽいです。はい、有線100メガということで、やっぱりこれも古いな。絶望だ、絶望だ。次何出るか分かんないけど絶望だ。また同じようなの2つ見つけた。これいこっかな。おい、あ、何これ、何これ、なんかかっこいいケースに入ってるよ。それでは気になる中身開けていきます。何が入ってるのかな、何が入ってるのかな。じゃん、うわー、ボールペンだ。確かにちょっとかっこよくて綺麗だけど、普通のボールペンだ。3色ボールペンとかでもなく、ただのボールペンです。続いて、あ、なんかすげえ、すげえ課題のある。これいってみようかな。おいしょっと。CD ドライブかな。CD っていうか DVD ドライブかな。後ろがこんな形式、USB で使える CD ドライブ。すげえ重い。これでもう1キロとかある。これがな、金の塊だったらな、すげえ嬉しいんだけど。で、CD ドライブだもんな。うわ、いらねえ。なんかすげえ絶望的なんですけど、なんかプチプチが入ってるな。プチプチいくかな。おい、お、最後の救済策ですかね。はい、プチプチに入ったハードディスクが入っています。日立のハードディスクで、容量は2テラのようです。まあなんとかね、3000円の元は取れたのかな。これだけでも使えれば元は取れてるかもしれません。それではかなり残り少なくなってきています。で、やる気もなくなってきています。はい、こちら、フロッピーディスクドライブですね。はい、僕持ってるんでいりません。今さらフロッピー使うこともそうそうないですよね。そしてまたなんか硬いものがドライブ系かな、ドライブ系かな。おいしょーっと。うわ、ひどいなこれ。DVD が10倍で読めるドライブですね。しかもあの、なんだろう、入れですね。いらないな。それでは最後残り出していきます。残りはこちら、液晶保護フィルムですね。はい、以上で、はい、中身すべて出しました。ということで、今回は秋葉原の PC ネットで期間限定で開催されていましたブラックマーケットで購入したジャンク袋開封してきました。僕一応 YouTube のね、動画を投稿しているので、こういったね、ちょっと危ない系のね、福袋も買っているんですけども、ここまでね、ひどいジャンク袋は初めて見ました。もうなんかほとんど産業廃棄物みたいのが入っている感じで、ものすごい重さがあります。これが人間のすることかって言いたいぐらいのね、あのひどさです。本当に人間のする修行じゃないと思います。ただ唯一の救い、唯一の救いがこちらですね。日立のハードディスク 2TB、 こちらがね、動いてくれればどうにかね、3000円の元はね、取れるんじゃないかと思います。ただ、このクソ重い福袋を持って帰るのと、残ったね、産業廃棄物的なのをハードオフさんに引き取ってもらう手順を考えると、まあ、3000円じゃ足りない感じがします。いやー、本当にひどかった。今回、あの、3000円と5000円と1万円のプレミアムがあったんですけども、あえてね、あの、一番、しょぼい3000円のを買ってみたんですけども、本当にひどかった。せめて5000円からですね。買うなら5000円から。まあ、でも、うん、どうせ同じようなクオリティなんだと思います。ただこの重い邪魔なのが入ってないだけで、うん、まあ、こんな感じだと思います。ということで、今回の紹介は以上です。もうなんかすごい精神的にも肉体的にも疲れました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。
最後までご視聴ありがとうございます。この動画が面白いと思った方、こちらとこちらに関連動画があります。また僕に興味を持ってくださった方、上にチャンネル登録ボタンがあります。またツイッターとかもやっています。チャンネル登録、フォロー、リツイートしていただけるとモチベーションが上がります。